どうも、子供の頃って電線とかこういっぱい繋がってる赤い塔を見るたびに、あ、東京タワーだって言ってたよね。おなじみ、レオザゲームでーす。さあ始まりました、レオザゲームによる今日のですね、ゲーム実況はキャリアモードではなくですね、もう一個の方はクラシコがありますね。バルサ対レアルの試合、そちらのですねシミュレーションマッチ実際にやっていきたいと思います。というわけで、僕バルサファンなんでね、バルサ使っていきたいんで、対戦相手のレアルの方をですね、実際に今のレアルみたいにするっていうことでちょっといじっていきましょう。レアルですね、スペインだね。スペインのレアルマドリ、おいましたね、憎きレアルマドリ。さあ今ですね、今日カゼミロがおそらくクラシコで扱われるので 4-1-2-3 になるんじゃないかと。なんでですね、実際の僕のねサッカー動画の方でやってたようにですね、4-1-2-3 の陣形をちょっと組んでいきたいと思います。 4-3-3 のホールディング、これかな、これ、はい。でベンゼマが使われて、左ロナウドの、ベイルが今回いないから、右にですねルーカス・バスケスを使ってくるんじゃないかっていうふうに、僕は思ってるんですね。ですので、ここにルーカス・バスケスので、ここモドリッチで右、クロースも使えないんで、右モドリッチの真ん中カゼミロの左がですね、イスコかコバチッチかで、最初コバチッチで守備的に行くんじゃないかっていうふうに、僕は思ってるんで、ここコバチッチにしましょう。コバチッチ弱いな、この中で。そしてですね、クロースは怪我で使えないで、モラタも怪我で使えないから、一応ね実際に、使われそうなメンバー、これでいいのかな。で、このクラシコどうなるか、やっぱラモスと、これバラになるんじゃないかなっていうふうに僕的には予想してるんですね。で、アセンショとかロドリゲスとかイスコが後から入ってくると。ロナウドはもう、クラシコだとちょっとするからベーシックディフェンスにしときます。で、中へ切れ込むの、裏に抜けるで、クロスに合わせるペナルティ、で、受動的なパスカット。で、ベンゼマはバランスワイドで、裏に抜けるで、積極的、積極的でもないか、普通か。で、バックラインにプレスはしないね。で、バスケスはディフェンスに戻る、中へ切れ込むサイドハーフ、バランスかな。で、裏に抜けるで、積極的。で、クロスに合わせてペナルティーに。でも外でちょっと待つから、これもバランスか。で、モドリッチはもう攻撃時、バランスの、クロスに合わせてペナルティーまでいかないから、で、パスカットをして、自由なのかな、あれって。自由、でもまあ、モドリッチだけ自由にしてみようか。で、コバチッチはポジションにこだわって、攻撃時に上がらないにして、クロスに合わせてペナルティーもいかないね。で、積極的なパスカット。で、カゼミーロも、攻撃時に上がらないにしましょうか。上がらないまでしたらダメか、バランスだな。カゼミロの方だけ上がらないしよう。パスコース切る、攻撃時上がらない、積極的なバスカット、はい。で、サイドバックはめっちゃオーバーラップするから、クラシックでも常にオーバーラップしましょう。はい、これで、で、戦術は初期設定でいいかな、レアルの場合。カウンターなんだよね。カウンター、スピード。そうだね、カウンターでプレッシャー10。でもレアルだとプレッシャーかけそうだな、バルサ。ちょっと変えよう。カスタム戦術で、スピードは90、95ぐらいにしとこうか。で、パスホール、ホールダーに対してちょっとバランスだけどちょっと長めだよね。で、ポジショニング組織で、攻撃のは自由で、ノーマル。この辺はこの辺でいくか。クロス多いね。クロスめっちゃ多いね、レアル。で、パスは普通で、シュートガンガン打ってくるでしょ。で、プレッシャーの方は、ちょっと高めにしよっか。で、積極性の方は、クラシコだから高めにしよっか。70ぐらいにしとこう。で、エリアは中央にちょっと寄らせましょう。これだね。OK。これでいきましょう。はい。バルサ対レアルマドリーですね。これで、ゲーム設定、時間だけね、ちゃんとやっとかないと。カンプノーとかないんだね。カンプノーっぽいとこにしよう。これかな。さあ。バルサの方をいじっていきたいと思います。今回ですね、イニエスタが復帰したてで、ちょっとピケがですね、ピケとアルバがちょっと微妙って言われてるんですよね。で、ユムティティは出てたから、どうなんだろうな。だから、もしかしたらアルバが出ないかもしんないよね。マッシャーノは使われると思うから、どっちなんだろうな。こうな、で、これで、こうなるのかな。で、攻撃やばくなったらアルバ出てくるかもしんないね。で、ラキティッチが最近微妙なんですけれども、この重要な一戦だとラキティッチ使われる。ラキティッチしよう。でも、アンドレ・ゴメスね。使
使いたいな、どうなんだろうな、どっち使ってくんだろう、こういう時にエンリケって大胆に来るのかな。あ、でも後から試合を変化させれるのはアンドル・ゴメスの感じがするからこれか。はい、戦術で初期設定見てみますか。ビルドアップ、スピードパス、シュート多くて、そうだね、大体こんな感じだね。今のレアバルサそんなに積極的にもいけない感じなんだよな。エリアちょっとバルサはこのままで行ってみますか。もしかしたら途中で違うなと思って帰るかもしれません。さあ、バルサ対レアル始まります。カンプノー感はそんなないね。カンプノーだと思い込みましょう。さあ、イニエスタ彼にかかってますね。というわけで、さあ、イニエスタから、お、なんかピッチに芝目がないの気持ち悪い、芝目ないの気持ち悪いなこれ。まあ、仕方ねえや、気にしないでいこう。っていうか最近キャリアモードとかしかやってないから、メッシとかすごい選手使えるのが嬉しい。もう一個、さあ、イニエスタからピケが、さあ縦に当てれるか、当てたね。さあ、ラキティッチ、そしてネイマールが裏に走れるんじゃないこれ。さあ、ネイマールでトリックムーブでいいんじゃないですか。おっと、やっぱりさすがレアル粘り強いね最後。さあ、でも1点取ったらね結構楽になるから。さあ、おっと、スアレスでもキープしきれないか。まあ、相手はセルヒオ・ラモスとバランだからね、強いから。さあ、オッケー、挟み込んだ、ユムティティさすがです。さあ、ここでユムティティ上がってく。さあ、なんか今日ユムティティのオーバーラップがめちゃくちゃなんかキーになってるような感じがするな。おっと、全然クロスが良くない。さあ、おっと、なんか危ないところが空いてるぞ。オッケー、ピケ頑張った。さあ、実際の試合ね、ああいう踏ん張りが効くかだよね。足首やっちゃってるから今ピケ。さあ、いいですね、ユムティティがすごいなこの試合。実際レアルにちょっと押されてますねこの試合。オッケー、クリロナを潰したか、潰して、さあさあ、スアレスから、スアレス、ああ裏への駆け引き、あの角度のパスってあんま通んないか、フィファ。セッ、オッケー、ユムティティ頑張ってるな今日。さあ、行きました。さあ、セルジロベルトから、さあ中に入ってくる選手がどんぐらいいるか。いいぞ、おっと、ダイビングヘッド、クラシコなら気合入ってネイマールもやるかもね。さあ、そしてメッシから、おっと、これをマイボールで収めれたのはでかい。さあ、ここで縦に入って、さあ裏に抜けてく、おっと、使えなかった。さあ、でかく出たバスケス、スピードあるよ。でもこっちもオッケー、頑張った、マステアーノ、なかなか手に汗握る攻防ですな。あ、でもいいよメッシが、さあサイド抜けて、さあメッシのスキルムーブ、こっからいけるかメッシなら。あっと、キック精度高いな、でもシュート精度が、なんか変なミスしてる、あっちが、え、あっちがセルヒオ・ラモスが。さあ、メッシなら決めれるか。さあ、行きますよフリーキックと、おっ、あー惜しい。さあ、ハイボールの競り合い、勝てるか。おっと、いいパス、おー、なんか謎ないいつなぎというかアクロバティックにつながりましたね。おっと、裏逆を突かれた、あぶねー、誰だ、コバチッチですよ。さあ、こちらも頑張んないとね。お、ここ通せるね、間。さあ、ブスケツから、さあ、スアレスで当てて、スアレスってあんまね、ああいうポストプレーとかはしないからな。さあ、裏に抜けていったブスケツですよな、まさかのブスケツが自分で打つことになっちゃった、中入ってきてなかったから。おっと、こぼれ球が相手の方に転がった、いいですね。さあ、さあメッシが、おっと、フラ通させないけど、スアレスが、あー、さあ外のメッシに、あっと、横着したな、もうちょっと大事につなげばよかった。さあ、いいでしょう。さあ、上げさせないバラン、ここでね、
さあこれで当てちゃうか。さあ上がってこいネイマール。さあネイマール、さあここでトリックプレー。さあそしてメッシに出した。あっとこの切り返しはメッシでも無理だったか。さあ早い攻めだレアルらしい。ユムティティが追いつかない、追いつかないけど人数はいるよ、人数はいるけど、あーやられたー、レアルにやられたー、レアルにやられたー。ちょっと悔しいけどこれシミュレーションマッチ動画だから見ますわ。いいシュートでした、仕方ない、やり返そう。ラキティッチに変えてアンドル・ゴメス入れてみましょうか。じゃあ期待してるぜ。オッケー、さあさあメッシ、オッケー、カウンターでメッシが抜け出したぞ。さあこっからどうする。あっとかわしたのんな、大きすぎたわ。実際のメッシならあんなならんわ。さあクリロナも粘るね。さあさあここで一旦当てて裏に走る選手が少ない。あ大外いたね。さあネイマール決めてくれ。あー決まんない、決まったー、やったぜー、嬉しい嬉しいね。あイニエスタいるんだ、イニエスタキャプテンだったな。まあいっか、いやーこれ頑張ったわ。いいですよ、いいディフェンス。さあ噛みつけスアレス、おっとかわされきった、かわされきった、あぶねー。さあセルジロベルトからメッシに行った。さあ相手の中心移動を読み切って、いいですねメッシっぽい、メッシっぽいよ、うん。さあここはちょっとでもメッシに戻ってくれよ。さあさあぶち抜けメッシ、オッケー、っとでもまだある。さあ決めろ、あーっとー、さあ外で、うん、ユムティティいるよ、ユムティティから、さあ中中スアレス走るでしょ、行くでしょ、やったー決めたー、嬉しい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 、これは嬉しいぞ、これは嬉しい、逆転よ逆転、いやーこれは嬉しかった、視野も広がったね。誰だ、ネイマールからイニエスタか、これさすがイニエスタ、ポジショニングが混乱させたねレアルマドリーを。さあ縦入れちゃおう。さあネイマールがキープして、さあ出した出した、いいぞ、あっとスキルムーブは決まらず、カゼミーロさすがです。こぼれ球あるよ、おっとこれは危ないかもしれない。さあ寄せろ寄せろ、おっと遅い遅い、ロナウドにだけは決められたくない、決められたくない、あーやられたー、早かったな。セルヒオ・ラモスかよ、上がってきたの。すごいね、魂が。さあ、メッシが躍動しますよ。さあ、ここ通しちゃうよ。わーっと惜しい。さあ、外に追い込んで、あ、みんな疲れてんな、もう守備。あ、もう戻ってきてくれなくなっちゃった。やばいかもしんない。やばいかもしんない。やばいかもしんない。うわー、もう完全にやられたわ。ちょっと実際の試合はこんなにやんないっしょ。うわー完全にやられたわー。さあスアレスに当てーの、さあこっからどうなる、スアレス頼む、あーっと通らないかそこ、うわーっとっとっと、あー負けたー、みんなごめん、バルサファンのみんなやらかしたわ最後俺が。そう、あの辺な、ずっとアタックにしてたからな。と、ごめん、攻めすぎたわ。あんな攻める必要なかったわ。勝った後に俺が戻すの忘れたボンミスだ、攻撃のあれを。すいません、実際のバルサはね、こんなミスしないと思いますんで、バルサレアル、楽しみにしましょう。というわけで、またね、明日からキャリアモード戻りますので、そちらの方もお楽しみに。
ババイ。ご視聴ありがとうございました。そしてコメントチャンネル登録もよろしくお願いします。他にもレオザトゥーフェイスの音楽とかレオザフットボール TV のサッカー動画とか、そちらの方も気になるよという方は下のもっと見るの方からぜひ